おはようございます。4月23日、ここは道の駅イシトリアです。平日だからか場所なのか車中泊もそんなに多くはありませんでした。それでは道の駅イシドリアの桜を見てみましょう。森岡にやってきました。あれれ、朝ごはんはどうしたのかな。森岡城跡散策です。昨日日曜日はお祭りだったようですね。皆さん朝からお片付けをやってます。それでも桜はまだまだ見頃です。それではご覧ください。桜を堪能してやってきたのは、東屋本店。言わずと知れた、わんこそばの名店です。だから朝ごはんは、菓子パンだったんですね。11時の開店と同時に入店。ほどなくして、2階の座敷に通されました。前掛けして、薬味や食べ方の説明を受けて、いよいよ開始です。沖雄二さんが、そばを取りに行っている間に、撮影。八幡平のアスピーテラインにやってきました。わんこそばを消化するため、ドライブしましょう。
定していたところがなんと、冬季閉鎖中。そして、たまたま見つけたこちら、五の宮の湯を利用させていただきました。やっぱり、わんこそばが効いています。なので、今日の晩ご飯は、おにぎりです。さっぱりと、カットリンゴをいただきましょう。もしかして、おはぎは別腹なのですか？奥方様は明日も、胃痛に悩まされるのですがね。